まあ、首相が女性ということは当たり前なんですね。フィンランドでは30代のですね、女性が首相になって、格差の解消、労働時間のですね、短縮、そして地球環境問題、先進的に取り組んでいますし、教育や台湾、そしてニュージーランドでもですね、女性のしっかりしたリーダーがやっています。日本だけ女性の地位が低い、能力が低くてできないってことはありえないと私は思います。でも、二度とですね、もう女性たち、若い世代を絶望させないように、今こそ私たちが取り組んでいく必要があると思います。で、2030年までに女性は指導的立場で 30%。これは2003年に政府が掲げた目標でしたが、去年までの間に実現されていません。で、実現されていないから仕方がないでじゃなくて、やっぱり義務的なクォーター制をいろんなところで設けていく。それから包括的に女性差別を禁止する法律を求めていきたいなというふうに、まあ、私は思っています。ぜひ政治家の皆さんにもですね、与党を超えて本当に与党を責任を持って、この問題反省しているならそういうことを取り組んでほしいというふうに思います。菅政権はこの敵基地攻撃能力を保有するという政策を維持し、憲法に違反して、そしてアジア諸国に対して敵対をしようとしています。私たちは菅政権のこうした政策に反対をし、今日改めてこの19日行動を通じて、私たちの戦争法に反対し、そしてこのコロナの問題を本当に民衆の立場に立って解決する、そうした政策を要求したいと思います。続きまして、日本共産党の井上聡参議院議員にお願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の参議院の国会対策委員長の井上聡です。コロナ危機から国民の皆さんの命と暮らしとなりわいをどう守るか、これが問われているこの国会で、まあ、よくもまあこれだけ出てくるもんだと、次から次へとひどい不祥事が起きてます。森五輪組織委員会会長のあのひどい女性差別発言、許すことできません。そして菅総理の長男による総務省の幹部の接待問題、今日総務省幹部は更迭ということが決まりました。2人、しかしこれで問題は何ら解決をしておりません。あの宴会で、接待で放送事業に関わるそういう話題はなかったと言ってました。武田総務大臣は総務行政が歪められたことは全くないと断言いたしました。ところが週刊誌がその会話の音源を出したら、結局そういう話題があったということを認めました。まさに行政がこういう形で歪められている、徹底追及をすることが必要です。菅総理は長男は別人格だと言いました。だけど菅さんが総務大臣の時の秘書官ですよ、現職総理の長男ですよ。総務省の幹部たちが普通はやらないような接待に応じた、まさに忖度、漏れかけと同じことが今起きてるじゃありませんか。まさにモラルハザードがこの政権の本当に隅々まで浸透していることを私は憂えざるを得ないんです。皆さんこれだけじゃありません。あの元農水大臣の卵問題、それから与党の議員による国民には自粛呼びかけながら銀座で深夜まで飲食をしていた、最初は自分一人だったと、陳情を受けてましたと大嘘をついたあの人は元国家公安委員長ですよ。そしてあの河合夫妻、河合兄さんは当選無効となりました。夫の克行氏は今公判中であります。1億5000万円も自民党からもらって買収を行っていた、この人は皆さん元法務大臣ですよ。国家公安委員長、
元法務大臣がこんな手たらく、まさに法治主義の崩壊と言わなければなりません。日本の民主主義の危機だと言わなければなりません。なんでこんなことになったのか。本来憲法に縛られるその内閣が、その総理が自ら勝手に憲法解釈を変えて、あの安保法制を強行した究極のモラルハザードをやったことが、今のこういう事態を皆さん作り出してるんではないでしょうか。憲法よりも自分を上に置く、国会なんか何度くらい、118回も嘘ついたんでしょ。そして国会答弁した法案の法律解釈を勝手に変えて、あの学術会議の任命拒否やったじゃありませんか。こんなことを許すわけにいきませんし、こんな内閣が憲法に手つけるなんて、そのために憲法審査会を動かすなんて、絶対に許すことはできません。皆さん、この国に法治主義を、立憲主義を取り戻すためにも、あの安保法制を廃止すること、何としてもやろうではありませんか。皆さん、こうやって憲法さえも踏みにいった、今のまさに自民党、この政権がこれまでの自民党とは全く違うものだという、そういう事態になっております。今ここに戦没者の遺骨含まれている土砂を辺野古に埋めるな、宗教者の皆さんが横断幕を持って立っておられます。先ほどご紹介あったように、沖縄の赤嶺さんが先日も追及いたしました。皆さん、あの沖縄戦の本当に悲惨な戦闘が起きたあの場所に埋まっている遺骨は茶色いんです。白じゃないんです。ですから土砂と区別ができません。総理は考慮するなんて言ってますけど、できっとないんですよ。私も宗教者の皆さんの集会に出て遺骨収集の方のお話聞きました。当初ガマに行ったら下半身の骨しかなかったっていうんですね。そういう遺体がたくさんあった、なぜか分かんなかった。最初はよく見たらガマの天井に金歯が刺さってたっていうんです。周り見たら頭蓋骨の遺骨があったっていうんです。みんな座ってお腹のとこに手榴弾持って自決をした、上半身が全部ぶっ飛んでるんですよ。そういうことが起きたあの場所の遺骨となる土砂を、こともあろうに米軍の基地を継ぐために埋める、まさに戦没者死者への冒涜じゃありませんか。歴代の自民党政権だって決してやらなかったことをやろうとしている。もうこんな政権を続けさせるわけにはいきません。コロナ対策後手後手、無意無策、小出し、逆行、結局その根っこにはまずは自分でやってみよう、自助共助、自己責任の押し付けがあるんです。私たち野党はそれに対して積極的な提案をやって、まあ、よく野党は足引っ張ると言いますけど、そうじゃない、政権のお尻を叩いて家賃補助であるとか持続化給付金とか一つ一つやらせてきました。だけど皆さん、根っこに自己責任があるから、野党や国民の声聞いてやっても中身不十分なんですね。先ほどもありました休業支援金、やっと大企業の非正規労働者にも対象になると思ったら、本当にごくわずかな期間しかやろうとしないんですね。6割しかやろうとしないんですよ。結局こうなっちゃうんです。やっぱり政権そのものを変える以外に皆さんありません。そのためにも私たちは市民と野党の共同、この場所で毎月19日ずっと粘り強く踏み上げてきたこの行動、全国で津々浦々からその中から広げて、必ず秋までに行われる総選挙で菅政権を倒して、市民と野党の共同、オール野党の新しい政権へと
かようじゃありませんか。全力で頑張ることをお誓いをしてご挨拶します。頑張りましょう。井上議員ありがとうございました。